ウェルカムトゥー空論やっていきます。まあ中国にある空論城をモチーフにしたホラーゲームらしいんですけども、なんかすでになんかこのなんか怖い女の子が出てきたり消えたりしてるんですけど、空論城って今ってもうないねんな。確かないんすよね。あと空論城って言うやん我々日本人は。あれ本当は空論とは読まないらしい、現地の人って。急流城、まあそういったちょっとどうでもいい雑学を置いときまして、早速やっていきましょうか。どういったゲームかは全く分かっていません。ニューゲーム。何これ、すげえ文字を使わないタイプの説明書や。あ、 Please any button to continue。 空論ウォレットシティ。あーすげえ、リアルに空論城や。俺なんか空論城の動画なんか一時めっちゃ見漁ってたからちょっと詳しいぞ。あ、ベネチアザディミスティジュ、なんとごめん、読めない。なんかこういう、なんかあれやねんな。中国の霧に覆われた空の下には、貧困とギャングによる暴力が栄える最も人口の多い都市、九龍があった。なんか始まり方がさ、去年俺がやったさ、あのゲームに似てるわ。ヘビーレイン。雰囲気がある。しかし若い学生にとってはまず第一にすぐにでも安い宿を見つけたいものだ。だからもうほぼ無法地帯なんよ。医者とか、そういう医療とか、もう全部、免許持ってませんみたいな、そういう当たり前のような。ただ意外とちゃんと秩序が守られてるっていう。あんま犯罪とか起きないって聞いたけどな、俺、空論城は。それぞれのルールに乗っ取って過ごしてるみたいな。壁の中に何が待っているのか。空論ウォール。あ、何これ、こんにちは、空論っていう、なんか、トロフィー取りました。何これ、うわ、これオレンジ？めっちゃリアルやな。あのね、もう取り壊されてんけど、ウェアハウス川崎っていう横浜の川崎市にあるゲームセンターが、空論城をめっちゃモチーフしててそっくりなんですよ。で、俺一回取材で行ったことあんねん。ちょっと空論城俺詳しい。そんな縁もあって、今回このゲームをチョイスしました。なんかでも、あれだな、マウスの感度がめちゃくちゃ低いな。いや、そうでもねえか。なにこれ。ピック。いや、手ぶれってそういうことこれ。なんか若干画面酔いすんねんけど。なんか、確かにブレるわ。視点が。まあ、これはこれでリアリティあってええけどな。うわ、すんごい。もう、建物をもうこう、これでもかってこう、密集させて、ぴったりくっつけて。で、その隙間にこういう工具とか置いてんのよ。あ、ここか。何これ。ごめん、ちょっと勘弁して。何ここ。うわ、本当にギャングスターの街だな、これ。私は4階のアパートに部屋を借りた。もう何も洗剤、おい、日用品全部外に落ちる。なんか、トイレットペーパー2、3個パクってってもバレんのじゃん、これ。それぞれに人が住んでんねんな。こんなとこにまでがっつり落書きされてる。4階？ああ、でも2階ぐらいからか結構入り組んでるね。あれ？ここは俺の、小さな奥の部屋のようだ。うわ、このタバコの吸い殻、こういう吸い殻からさ、火事になったりするから危ないって。ちゃんと消しとけ。なんか難しそうな書籍が、並べられてる。あ、出た。うわ、このホラーゲームにもなんかヒューズ出てきそうやな。何かと最近俺がやるゲームのとこ、なんかことごとこヒューズっての出てくんね。電気を繋げるための。バッテリーみたいな。あ、こっち？ちゃうな。これでも人がみんな住んでるんすよね。出稼ぎに来た人たちとか、こう、よその国から逃げてきた人たちとかさ、いろんな事情あってみんなこの急流の町に住むわけよ。あ、え、なにこれ？ワンちゃんだ。犬こうとる、のんきに。え、これ生きてんのこいつ。かわいそうに、ワンコはお腹が空いてるに違いない。まあでも、俺もお腹空いてるから。我慢してくれ、お前も。
こっち入れんの？これ懐中電灯的なアイテム、ね、うわ、めっちゃ生えたかってる。お前さ、これ生ゴミ？それとも、人の死体？ナイトクーロン。トラッシュ。てか、めっちゃ描写リアル。ちょっとでも、俺こういう雰囲気好き、嫌いじゃないわ。住めって言われたら住めるわ、俺。全然こういうとこ。あれ？ 4 階ってどこ？階の間にもこう、部屋があるって感じなんか。3.5 階とか 1.5 階みたいな、そういう階層が存在するってこと？わかんねえ。自分の、あ、これ！ここや。ちなみにこっちは、すげえ、いろんなもん散らばってんな。何ここ？この引き出しを開けたりはできなそう。まあじゃあ、一回家戻るか。いや違う、またなんか新たな世界が広がってる。うわっ！何この音？なんか喋り声する、めっちゃ。この、あ、ちょっと何これ？怖い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 。帰りました。鍵は店に置いてきた。外の入り口にある。どういうこと？鍵は、鍵なんてお前外に置いてあかんやろ。どういうこと？店に置いてきたって言うから、なんか店探さなあかんじゃん。鍵閉まってるやんな。店？え？犬がこっち向いてる。どうした？俺何も持ってんぞ。すごい物乞いのような目で、助けを求めるような瞳で。やめろ、そんな目で俺は見るんじゃねえ。俺だって余裕がないんや。てか、クーロンに住んでるくせにお前、犬なんか飼うな。ペットを飼えるからって理由で住んでる人もいるんかな。中国のその、何あれ何あれ、なんか今人みたいな、なんかおったで。ここってさっき入ったやな。もう一瞬人影あった。嘘だ、行き止まりやん。人影があるわけないのに。怖いって。何を見てんお前、今俺は。降りてったらええの。なんか、ここの蛍光灯こんなんなってたっけ？暗い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 。え？あ？開く！外出れるやん、じゃあ。いや、ごめん。じゃあ、こっから来たんや。これか、鍵って。これ、自分じゃ覚えられへんわ、俺。多分。こんなとこ住んだら。毎回体迷子。あ、ちょっとなんか、雰囲気が。おかみが書いていた店に違いない。ここか。じゃあ、ここの、鍵はこの辺にあるはずだ。あかね。居酒屋？なんかバーみたいな感じやな、これ。ほら。いろんな缶詰置いてある。パクっとか、これ。何個か、な。え、開いてるやん。今？ 12 時15分。こんな夜遅くに。あ、なんか意外と綺麗やな。なんかでも、あれす、ダニとかめっちゃ湧いてそうじゃない？この、この、こういう布団。あ、鍵あった！これでしょ？鍵。ギュッとしたぜ。主星って何？くそ、俺がもう少し中国留学の時に勉強してれば、読めたのに。実況がはかどったのに、このゲームの。
この、あ、ドッグフードじゃないこれ。うわ、こいつ盗みよった。こんなもんか。他に持ってくるのもあるこれ。いいんだよね、持ってね。うわっ、え、これ何これ。え、今の、その音消えてんな。たまにあんねん、このゲームの演出なんかバグで音が出なくなっただけなんかわからん時。うわっ、おやばいやばい、なんか排水が割れた。これやばいやばい、これやばい、なんかこれ配管が呼ばんと。何これ、さっきあの変な人音声、これ。いや、一回もう一回戻ろうか。まっすぐ戻ってみる一旦。あワンちゃん、正面、くすねてきたから、ペットクプード。犬に餌をやるっていうトロフィー取った。あれ？あれ、この上行けんくなってるやん。なんでこれ？絶対なんかおるって、もう無理、もう、もうこのな、もう怖いの来るって分かってんの一番嫌やねん。もう確実やん、こんなん。もう誰か直しといて、これ。色もおかしなってる。あ、非常口みたいな感じか。ここだ、ここだ、入れた。これが自分の部屋、二重扉になってる。こういう構造になってんのは空論城じゃ珍しくないんかな。いや違うな、じゃあ まだこっからあんのや。うわ、もうな、こんな、祀られながらトイレしたくないわ。何これ、なんでこういう構造になっちゃうの。ちょっと、空論城に興味湧いてきた。うわぁ、空論城がまだあればな。現地に取材に行ったのに。なんでこんなトイレの置き方するん。まあ、でも多分理由があんねや。この下に何かスペースがあるとか。うわ、すごい。虫まみれや。なんかカブトムシとか取れそう、夏場は。ここがオカミの部屋だとしか思えないのだが、オカミを探してんのか。オカミ帰ったって言ってるやん。私の部屋、あ、すげえ、え、意外といい部屋に、お住みのようで。ベッドに荷物を置くところから始めよう。今、荷物なんかあるん？あ、なるほど、ね、自分のバッグね。お前、ゴキブリ。いや、もう最悪。熱い紅茶が恋しいとか言ってる場合ちゃう。ゴキブリ、じゃ、なにこれ、サナダムシ、なにこれ、フナムシみたいな、なんか気持ち悪い。でも多分もうこういうとこに住んでる人虫なんか気にせへんねやろな。寝てるうちになんか何匹か食ってそう。よく言うな、んか人生で寝てるうちにクモを2匹は食ってるって。どんな人類も。厨房、あ、外見えるやん。なんかさ、建物の中のデザインに一貫性がないねん。これもまた空論城の特徴なんか。熱い紅茶が恋しい。あ、飲みたいってこと？いや、さっきまで12時15分なのか、時間バグってる。あれから9時間経ったってこと？あ、これか。ちゃんと洗わなあかんで。ん？紅茶かこれ、ココアみたいな。ティーパーティーって、同じく、あれ、
右下に、なんかたまに出るんですよ、スチームのトロフィーみたいな。ティーパーティーやって。今んとこ順調に進められてるとこだよな。自分の部屋に行く時間だと思う。バルコニーのドアは閉まっている。ね、この不穏なる曲やめて。これやめて、これ。ここ開いてたっけ？先開かんかったやん。何これ。怖いんだ。家に帰りたい。ロバは気が狂ってしまった。ずっと家から出してくれないんだ。はバカバカしい。でも念のために玄関をチェックする価値はある。いや、お前も怖いんやんじゃ。誰か入ってきよった。おかみ、これ何このスニーカー、こんなんあったっけ。雨で濡れて帰ってきた人みたいになってる。玄関をチェック。女主人はすでに帰宅しアパーを施錠したようだ。あ、なんでそんなにも言わず帰ってくんの。何これさっきから。終わってるわ。今お前開いてたやん。なんで俺こんな人と一緒に住んでんの。もう普通に、やだ、実家に帰りたい。故郷に帰りたい。何これ。夜は出歩かないことだ。言われても職業柄しょうがない。出口を見つけ、いや、は？寝るんじゃうの？何これ？なんか ラジオ勝手に起動したの。出口。やばい。なんか起きそう。やばいことになりそう。何って手口って分かへんで。はっ、やっべ開いてる。しかも赤い照明。これ風呂の、多分風呂入ってない。これのぞいたろうか。いや、おかしいやの。ねえ、狂ってるやん。いや、もう狂って、え？やばいとこ入っちゃった。これただの模型やんな。何の仕事してんのこの人。何この鍵。絶対、しかもこの後、こういう後に何か来んねんって。足の影でか。うわー、めっちゃ覗きたいけど、これ以上かかるのやめた方がいいな。これ多分最悪やん。なんで今まで気づかなかったの。こんな人と。うわうわー、ラブこいつ、何これ。うわ、なんか、いや、ちょっと無理かも、このゲーム。あ、顔が怖い。普通に嫌やわ。いやもう、ね、寝ようぜ、普通に。寝て忘れよ。多分これきっと悪い夢見てんねん、俺は。いや、でも寝ようと思ったのゴキブリまみれやった。何あの、なんかでも、あいつ、あれやったの、ロナウジーニョみたいな顔してたな。顔っていうか、髪型というか、なんか レゲエ系の。え、しかもこっち行けなくなっちゃった。あ、
明日は僕こうなる、明日は我が身ってこと。なんかちょっとしかももっこりしてるし。あのさ、ストーリーが全く見えてこないねんけど、なんなん、え、これ鍵ちゃうの、嘘やろ。さっきの鍵何じゃ。全くもってストーリーがわからん。あ、そういう系なんだ。ダメだ。やめてや、もう。あ、あいつか。老婆ってあいつのこと。え、開いた。ああ、もう気狂ってるよ、もう狂ってるって。やめて。もう、いきなり来んなよ、マジ。あ、なにこれ。開いた。あ、よかった。あ、よかった、よかった、よかった。あ、隣人のアパートに侵入するって。って出てる右下にトロフィー。ああ、よかった。あ、いや、隣人も相当おかしい人やなこれ。あ、な、停電かな、これ。ろうそくの火しかないんやな。え、全部ろうそく。少しでも電気代ケチったろって言うこんたんか。最近街の様子が変なんだ。治安が悪い気がする。早く改装を終えて引っ越さないと。お前気づくの遅いわ。やばい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 。なんでこんな紛らわしい服の吊るし方すんのこいつ。これ。首吊ってんのかと思うやん。うわ、ちょっ。もういやいやいや、もう勘弁してもん、まあれ、ここまだ12時15分。何この鍵。あー、もう、って。何今の音。今、インターホン鳴った？誰か来たこれ。誰か来た。誰か来てるねんけど。いや、違うな。この家、俺の家ちゃうねん。あれ？もう精神状態がおかしいやろ、絶対住んでる人。こんな絵飾らんねんって、普通の人は。秘密って書いてる。あ、鍵。秘密って何？あ、今いたな。今ちらっとおったな、あいつな。うわぁ。え？あー、今度は本物の死体が。すごい。どんどん人が死んでいく。どんどん死んでいくやん。どんどん死なれていくね。あ、よかった。ここの鍵やった。あー、出た。で、開けたら、ドーンやろ？いや、ちゃうな。このタイプはちゃうな。ほら。あ、ついに、ついに懐中電灯。あ、もうほら、シーンを鳴ってる。もう絶対なんか出てくるよ、これ。ほら、来るぞ。ほら、来るぞ、お前ら。もう死体なくなってる。いやいや、もう。あのな、頭おかしい。びっくり系だけやめろ、ほんま。さっきの食らったせいで俺一気にこのゲーム苦手になった。マジで。絶対出れへんねんね、これ。出れるわけないよな。最悪やもん、このゲーム。ほら。ほら、ほら。な？あ、なにこれ。最近街の様子がおかしい。あ、またほら、なんか。
煙た、おい、え、あ、今なんかちらっと一瞬おる目だ。あ、よう、お前タバコでも吸ったらやったらいいんだろうな、ここの住んどるやつら。ねえ、これさ、どこ行けばいいの？あれ、この服ごめん、あったわ。よ、なんかぺったんこやから見る。あ、あ、なんか開いた。ほら。入るぞ。お邪魔す、お邪魔、お邪魔しまんにゃわーっつって。関西人ならわかるネタね。なにこれ。あー。知らん。もう。わけよか。ほら。ほら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 。ほら。ほら。ほら、来るぞ。ねえ、あの暗号のヒントはわかんねえ。うわぁ。秘密って書いてる、この箱ちょっと怪しくない？ハエだらけや。どっかに文字書いとるはずやねん。あー、服なくなっとる。あい、忙しいやっちゃう、その、ほら、そこに吊るして。服脱いだりな、着たり。忙しいやっちゃうな。なにこれ。同じとこ何回も来させんな、お前、ほんま。アホみたいに。もう、じゃ、もう、あっか、もう、この服、なん、え？また冷蔵庫開けよった？冷蔵庫の中にヒントある？冷蔵庫の型番とか違う？この、MOPO って書いてる。違う？ほら、もう心霊写真みたいな絵描いてんもん。この人。確率に精神がおかしい。確定で精神。はっ！待って、なんか描いてる？アン、シーン。あの白い文字あったっけ？アンシーンって入れてみる？でも多分入れた瞬間なんか来るやろうけど。あの白い文字じゃない？あー、でもわかんない。もうヒントがあれしかない。でもしかもあの頭文字にいきなり A がない。違うんだ。アンシーンインか、アンシーンインさんかと思ったのに。え、じゃあマジでノーヒントやん。え、これじゃないの？あ、ごめん。違う。あって言った。うんだ。U だ。ごめん。え、A がないとか言ったけど、U だったらあったんちゃうか。あ、U だなったんちゃう。あ、U ある。あ？ N は？いや、わかんない。え？もう、あ、まあ、ない。は、なんて。N やろ、あれ。クソ怖い上に謎解き刺さられてんのか、俺。え、M かな？ M？ でもさ、S とかないのよ。多分ちゃいますね。どうせ他のとこにあんのよ、これ。またゴキブリ開いた。もう、待ってよ。え、その文字じゃなかったじゃない。突然、突如浮かび上がった、この白文字何マジで。うわ、ゴキブリ、え、こんなゴキブリ多かいたっけ。ここの隙間入れないよ。なんか、グリッチ使って入れへんかな。他に
この落書きよう見たら文字になってるとか。いや文字ではあんねんけど。あ、ごも、え、ちょっと待って、 SMEAK に見えない。 SMEAK、 そもそもそこのシーンズっていうのは6文字なんよ。 SMEAK の可能性あないか、これ。 SMEAK、 もうそれぐらいしかないで、マジで。 SS 頼む、あってくれ。ある、SM まである。E ないか。でもさ、A。あー、K もね。なんじゃじゃ。なんじゃもんじゃ。なんじゃもんじゃやな、これ。困ったもんじゃ。だって現状のヒントほんまあれだけやもん。いやでもこの案、アム、ウムじゃない、やっぱ。いやあれ以外ないような気がするんやけどね。だって不自然やもん。でもさ、さっきから冷蔵庫が開くのよ。これなんかでも冷蔵庫開くの怪しくね。もうこれ以外ないやろ。アンシーンって要は見れないってことやんな。 C が見るやろ。それにアン、否定がつくから。いやわかんねえ。え、あれ、うわー、出た。出たよ。D って書いてる。これ、それぞれの A の裏一回に書いてんねや、じゃあ。時間返せや、お前。これ系か。じゃあでも A の場所は全部覚えてる。これ全部、ひっくり返せんねや、こうやって。最後 Y。頭文字が D で、最後が Y。5枚もあったっけ、でも。A みたいな5枚もあった？ちょっとちゃんと覚えておくよ。頭が、あ、ここにもある。どうせさ、全部答え見たらさ、DEC、最後 NY。何この音。こんな音鳴ってたっけ？あ、これだ、最後。DECAY ね。で、出てくれと、出てくれと、来るだろ、来るやろ、お前。来るやろ、どうせ。来いよ。はよ。アホこら。はよ、ごめん、もうこの曲、なんやねん、これ。もうどうせ開けたらなんか来んねやろ、もう嫌やわ、もう。は？なに？ D、E、C、A、Y ね。ほら、来るぞ！ほら！あ、開いた。あ、もう、だってもう、ほら。100% なんかされんねん、これ。このバールのもの、ようなもので。殺害されんねやろ？俺が持つんかい。もういや。ちょっと、ほんまに嫌や。久しくこんなに嫌だと思ったことはない。来るぞ。どっち？このバル何使うの、これ。
このバロンマジ何使うのこれ。あ、ごめん、そこの扉や。全部剥がそうとしたら、ね。はい。はい、開いた。開かへん。あ、何これ。そのキー溶けろよ。あ。意外にも素直やった。はあ、あれここって、え、ここどここれ。お酒やらなんやらえらい散らばってんな。ね、この建物いつの間にさ停電したまして。もうちょい明るかったよな。これいけるんだ。うわ、あ、ほらほらほら、ほらほらほら来た。あ、なにこれ、なにこれ。あ、もう意味やから、もうほら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 。ね、もう怖くて何もできなかったでしょ。いや、そういうちょっとアクション要素もあんねや。どこで。さあ、これびっくりさせるだけやん、このゲーム。ちょっとやめようかな。喉枯れんねんけど。ほら、何これ。こいつのパンツだけ解消していくか。多分今おしっこちびったからパンツ変えよう、あいつので。それどう、絶対おしっこちびってねえ、こんなん。あ、なに?あ、で、また。これ、どうすんのこれ。走らなきゃ、つって。ほら。もうだから、もう無理やったら死ぬって。ほら。もう、ええ。で、またさっきの、ドーンってくんのやろ。何や、あいつ、マジで。てか。で、ここまっすぐ歩いてたらさ、さっきさ、ガーンって来たよな。あれ、まだ消えてる。何この、いろんなパターンあんのこれ。死に戻りするたびに何かこう変わる仕組みになってんだよ。逆にね、俺分からんねんけど、これ多分こっちやんな。で、これ右、あ、分かんない。え、嘘。やった、逃げ切れた。逃げ切れたぞ、おい。逃げ道はないって書いてる。ね、嘘。逃げ切れ。あ、ほら。もう、こうなる時点で、やばいんやな、これ。ほら。どうなってんの、これ。あいつ、あれ、かまとうじあげちゃう、俺に。んな、かまとうじ。ほら、もう。なんなん、お前、その、キモい声。なにこれ。待って、え、今私路地に町から出る方を探すだけだ。いや、ちょっともうこのまま暮らそうか、クーロン城で。あそこには戻らない。ああ、こっから出てきたんか。じゃあ俺めちゃくちゃヤバいやん。ほら、もう、色がおかしいもん。ね?もう嫌やって。やめてほんま。なにこれ、出た、定番の、あ、もう、黒電話な。黒電話。なんかでも俺昔こういうゲーム、
これに近いテイストのゲームやったわ。そしてこれが出口だ。しかしその鎖を断ち切る何かを見つけなければならない。はい、断ち切る何かやろ。あれやな、多分なんかビッグベンチみたいなあんねやろ。どこも開かない。やべ、エレベーターや。もう最悪や。あーほら赤い。さてどこでデコとガソリン、テコとガソリン、探してるもん変わってるやん。いつお前テコとガソリン探してたん。え、切んねやろ。リフトが動かない、発電機のガソリンが切れた、スターターのレバーが壊れた。あああ、そういうことか。このエレベーターはまず動かさなあかんっていうこと。あれ、こっちって言ったっけ？ん？あかん、もう。あ。なんか文字。ブランコのそばの岩の下を見てごらん。ブランコのそばの岩の下？何そのヒント。ブランコのそばの岩の下ね。なんかでも、あ、ほら、なんか来そう。ほら、なんか押してきた。治安終わってんな、ここ。あいつか、今ゴミ袋落としたん。普通に切れるわ。危ないやろ。どうすんの、当たったら。ブランコの、お、そして今度は赤い冷蔵庫の中へ。赤い冷蔵庫。いや、めちゃくちゃ怖い。もう俺、もうなんか何かの頭のネジが飛んでるわ。ほら、もう何が来てもええってなってる。はい、なんか来るぞ。そのびっくりさせる描写の前に出んな、それ。庭のピンクの布をご覧になりましたか。その後ろに何があるかみたい。庭のピンクの布？あ、別にそんな怖いじゃん、知らなかった。ああ、ほら。なんかいたな、お前な。おい、こら。もうさ、もう構ってほしいんやったら言えって、きしょいな。庭のピンクの布？見てる。庭の、何？ピンクの布？庭ってどこ？何これ？気持ち悪い声、なんか歌流れてきた。庭のピンクの布、あのさ、ちゃうねん。そのガソリンだの何だのを探すっていうのはどうなったん？庭ってでもここしかないよな。あ、庭のピンクの布。これじゃん。あらー。あ、すげえ、秘密基地できた。これだ。なにこれ。VTuber？ ペンギン。あ、なんかこういうちょっと憩いの場みたいなのを見せた後に来るぞ、絶対。フルムーンやって。めっちゃ張り紙してるやん。なにこれ。そしてその後ろをどうのこうの。ここは完璧な隠れ家じゃないか。家族や街全体が心配だったからここに隠れたんだ。空論に生きてる人間が一人も来っていうのはいいことだ。小銭がほとんどないんだ。知らん。自分で稼げ、アホ。何これ？え、なんかバグってる？え？
あ、小銭。あ、ごめん、拾っちゃった。この小銭で勘弁してくれんの？はい、来るぞ、どうせ。はい、来るぞ。来るな。あいつな。でもさ、次からどこに行くか、この小銭の使い道はちょっとわかんねえな。あ、わかった。あ、ほら、電気切れた。あ、これ来るな。あ、これ来るな。これ来るな。これ来るな。ほら。ドーンって。シュドーンってくるんじゃん。あ、アイドル。あー、ほら。あー、来た来た来た。おら。おらおらおら。おら、ここ取れるね、取れ。おら。はい、なんかおる。はい、もう、満を持して。ね。このままゲーム終わったろかな。どうしよう、みんな。これ、終わったろ。ずっと待ってたやろな。さ、最後に重くそをどかしたろ、つって。ここで終わったろわ。どう思う？普通に終わるわ、ここで、ゲーム。帰ろ。ちら。おる。もう行けばいいやろ。もう何こ、もうあのさ、え？意外にもここでは動かず。何このトントントンって。何ついていけばいいの？はい、じゃあついていくわ。はい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 。こっちな。はいはい、おー、おらおらおら。ここか。どこや、どこや。おい、茶番終わりや。もうなんか、なんやねんこの音ね。これ、娘が家出したんだ。何があるのか分からないし、妻は3日間も風呂から出てこない。周りはみんなおかしくなっている。パイプにガスが詰まってたんだ。今まで気づかなかったら全部あいつのせいだと思う。助けてください。あー、あのガスなんだ、やっぱパイプのやつ。知ったこっちゃないわ。普通に知ったこっちゃない。あ、おら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 、おかしなってる。あ、おらおらおら、おかしなってる。ほらほらほら、政府はみんなに隠している私たちがここで死んでることを。まあもう違い方言って言うからな、クーロン城は。彼らは私たちを近隣から追い出しそうとして。すごい、なんかこうメッセージ性あるな。クーロン城って実際いろんな、まあ問題があるよう。ああ、なんかいる。そしてこれがガソリンに入った缶です。紹介されてもそんな。どこにガソリンに入った缶、どうなんねんお前。そんなもんどこにあった今。あ、これか、ガソリンゲット。あとはなんだっけ。ほらほら、おかしなってきた。ほら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 、おかしなってきた。ほら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 、もうほら、もうなんか、ほらもうなんかもう、あ、なんか、あ、どうした、狂っちゃうか。狂っちゃうな、狂っちゃうな。おい、俺も狂いそうだよ。どうすんのこれ、戻んのこれ。あー、おら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 。あー、ほらもう今にも発狂しそうな声してるわ。おらどこいつ出てくんの。こっちじゃないわ、多分。あ、こっちか。じゃあガソリン持って戻るでよかったんか。ちょ、みんなごめんね、普通のゲーム下手くそやねん。あ、じゃあ戻るんだ。じゃあほらで、何このなんか出口。あ、ここのなんか、あー、ここにメダル入れるんだ。あ、わかった。じゃああれじゃね、エレベーター行けばいいんじゃない。もうほら、テコ、取ったわ。揃った。これで全部が。で、揃ったから、どうせあいつが、満を持して、規制上げながら突進してくるから、普通に蹴るわ。
蹴っ飛ばす。それでいいっすよね。ここに、あれ？あれ？あのさ、設置する場所どこ？あ、これだ。ほら、行け。はい、来た。来るぞ、お前ら。うわお！もう驚き方がちょっとアメコミっぽくなってきてんもんな、俺。わおみたいな。本来の俺じゃない？もはや。もうなんか来るの分かりすぎて。しかも、何が目的なのか分からんし、今のやつの。アメリカ人みたいな驚き方になっちゃってんもん。こんなの僕じゃないよ。あ、てことはこれが動いたってこと？スイッチ押さえちゃう。で、これで下行くんか。もうなんかできたらこれマウス置いてるからな。やられるものはやってみろっつって。出口開いてんのこれ。開いてへんやん。じゃあこれを最終的に切らなあかんのか。何よ。ここ動かして何やん。え、ここ動いたらなんかいろいろあんのちゃうの、ボーナスが。え、嘘でしょ。おい、こら、はよ、はよ、来い、はよ、来い、こら、おい、来い、おい、おい。ちょ、いつ来てもいいようにして、俺も威嚇するわ。おめん、マジ、なんやねん、これ。ちょっと待って。は、ここの、ここ切るんか。ここ切るものやっぱか、じゃあまだ俺見つけてないアイテムがあるってこと。でもさ、そのアイテムってさ、もうこの範囲内にあるってことじゃない？ほぼ間違いなく。この冷蔵庫の中とか開けてなくない？俺。で、開かへんのかこれ。お前もう、過剰なストレスでお前俺の持病が悪化するわ。このエレベーター、あ！これをやってなかった。なるほど。終わってるわ。しかも。何これ。わかんねえ。ここをやってなかったです、皆さん。で、しかもこれ確率に何か来ます。これ。もうエレベーター、ホラーゲームとエレベーターとの関係性っていうのはもう、確率に何か来るなんで。星に向かって屋上へ。え？なんでアホみたいな屋上におんの俺。何これ。このベッドの、この、憩いの曲みたいなのやめろ、お前。確率になんかおかしいやろ。この曲。この封筒なんやこれ。ああ、ニッパー来た！これだ！ついに取ってしまったぞ。しかもこれでさ、バケモン来てもさ、普通にもう、重くそ切断しちゃったりじゃん。はい、じゃあ戻りまーす。もうだってこのニッパーで戻れんねんな。でも、もう絶対来るからな。もうこれもう 100% な、これ。これもう当たり前ね、これ。浮いちゃったー。さあ。このニッパーで帰っちゃおっかなー。あ、いいぞ。帰るぞ、俺。もう出てけへんねんな。じゃあ俺また来るから、帰るからな、今日は。来るで。また来るから、もう今日は、ねえ、このワンちゃんやめて。お前、餌あげたやな、お前裏切ったらマジ、分かってんな。たとえ犬だろうが、愛情しねえぞ、俺でも。ほら、また来るからな。またじゃあ、なんか、元気な時に、来るわ。あら。あ、なんか。あ、ここ、あれの、俺の家やん。あ、すごい。あ、なんか、みんな見てる、俺の方。なんでこんな俺、あ、どうした、みんな。どうしたの？あ、すごい。あ、なんか、あ、すんごい。あ、どうした？あ、そんな勢揃いで、ヤクザみたいに。なあ、組員総出でな。あ、すごい。
入らへんぞ、そんなされても。ほら、よし、じゃあ俺また来るから帰るね。はい、ガチャ。あ、帰れない、帰れなそうだこれ。もう素直に返して。なんだこれ。え、嘘、何これ、もう操作してんの車。街を離れる。あ、つい、嘘やん、脱出できたんこれ。後ろに乗ってるんやろ、どう乗ってんのやろ、見とけお前ら、後ろに乗ってるぞ。嘘、え、クローンじゃん。え、こんなに廃校してたんや。最近空路にいた人たちから警察への通報が多い、実在しない街を見たというの。実在しない街。5年前に取り壊された空論城塞は中国で最悪の都市の一つだった。取り壊しの少し前に犯罪や不当な殺人が急増した。へえ、これ実際の話。政府が空論を取り壊すためならどんなひどいことをもう厭わなかったと多くの人が信じている。うわぁ、もうって最後にこれ、試合やったんな。試合やったらしいねんけど。命がけやってん、こっちは、お前。ふざけんな、ボケ。もうこのゲームのせいで俺のさ、叫び声変わっちゃってんけど。叫び方変わっちゃった。歪まされた俺の実況スタイルを。最悪、マジで。よかった、でも終わりや。ウェルカムトゥクーロン。皆さんも、クーロン城塞という都市があったことを記憶に留めておいてください。ご視聴ありがとうございました。